エスタディオウルバーノカルデイラよりお届けしてまいります。解説名波さん、実況はジョン・カビラ。こんにちは、よろしくお願いします。キックオフでスタート、試合はどのような展開を見せるのか。アンディ・リード、キャンベル、裏に味方を走らせる、見事なパス、シュート、ゴール、ここで先制。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。エリア内でパスをつながれた時にちょっとディフェンダー間でのマークが曖昧になってましたよね。早くも先制しています。これで守りに入らずにね、もう1点取るぐらいの勢い、うん、早い時間帯で流れを完全に引き寄せるような、ね、展開にしたいですよね。そうですね。ダニ、スルーパス、スローインです。ここで奪う、抜けてくる、マイナス気味、なんか危ないですよこれ。シュート、このボールはサビオラ、シュート、オフサイドになります。試合開始から積極的ですよね。これは見応えのあるゲームになりそうですよね。ロイス、このボールに触ります。アンディ・リー、これ来ましたね。ボールが抜ける、どうする、コースが空いたか、サビオラ中央へ入っていく、このボール争い、アンディ・リー、これはクリアします。サビオラ、さあ一気にカウンター、さあバンデンベルフ、自分で行く、さあフリーだ、ボールはクリア。守備陣の緩慢なプレーを見逃しません。絶好の位置だ、おー、こぼれてますね。キャンベル、今日は得点を挙げています。イアゴ・ゴメス、キャンベル、このボールはカットされます。さあサビオラへ、前線へのボール、ディフェンスのね、前を向かせないポジショニングと、それからボールを取りに行くタイミングがうまかったですね、うん、そうですね。いや、抜けてきましたね。シュート、クリアします。さあシュートに行けるか、素晴らしいパス、アンディ・リード、キャンベル、味方を走らせる、抜け出しました、ここはすぐ奪い返します。ここはカットします。ここで受ける、前線へ出す。前半32分を回りました。1対0でリード、これはスローイン、前線へ抜ける、キープできるか、まだありますよ、ボカ抜けてくる、いいドリブルですね。
に味方を走らせる。さあシュートか、抜けてくる。前半40分を過ぎました。キャンベル、さあ抜けてきた、浮かせて裏を狙うと、これはつながりません。ディアゴ・ゴメス、ミラ、ここでファウルを取られます。さあ縦のボールを入れてきますが、これはありません。ダニック、前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入って後半です。ダニック、サビオラ、シュート、キャンベル、サビオラ、カウンターを仕掛けていきます。さあ右へ預けて、オフサイドです。危険な位置、サビオラ、ダニック、カットです。キャンベル、さあカウンターのチャンスになります。ダニック、1点を先行しています。ここでクロス、右サイドへ振って低いボール入れてくる、サビオラ、セルヒオラモス、ここはクリアします。キャンベル、後半20分を経過しました。裏のスペースに置きに行く、さあチャンスだ、打った、ディアゴ・ゴメス、どうする、裏を狙う、さあシュート、残ってますね。いやファインセーブですよね、素晴らしいですよね。拾います、とボールは、これはファウルを取られました。直接狙うにはちょっと遠いか。さあ右へ預けて、ここで受ける、サビオラ、裏に味方を走らせる、フリーになった、強いですね、シュート、
命のクリア。絶好の位置です。チャンスになる。強いですね、ここシュート。ケルビーニョ、このボールをカットします。後半の33分が過ぎました。このボールをカットします。ロイス、もう一つ前に行きたい。どうする？奪い返します。さあフリーだ。さあシュート。ミラン1点差まで追い詰めます。これはパスミスからの失点ということになってしまうんでしょうか。まあそうなってしまうでしょうね。はい、カットのされ方が良くなかったんですよね。なるほど。カウンターを食らうような奪われ方は気をつけるべきだったんですけど、ちょっと油断してましたかね。もう1点です。いや、よく1点返しましたね。ここから体力的に辛い時間帯なんですけど、なんとか追いつきたいですよね。この時間帯は何が起きるか分かりませんからね。手元の時計3分を切っている状況。オネス、これをカットします。切り込んでいく。さあここでカウンター。スペース出ましたね。このパスはキーパーへ。まだホイッスルはなりません。ロイス、さあ上が鳴りました。2対1、なんとか1点差で勝ちました。さあ